よ。どうした？顔赤いよ。熱あるんじゃない？大丈夫じゃないよ。ダメ。ほら、こっち向いて。やっぱり熱あるじゃないか。今日はお休みだよ。今日は一日僕が君の執事になる。ほら、横になって、お嬢様。目が覚めた？お腹空いてるでしょ、お嬢様。執事が特別スープを作らせていただきました。暑いので冷ましますね。はい、お口開けて。あん。そうだ、お嬢様。本当は風邪を早く治す方法があるんですが、ご存知ですか？ 食べて寝るって？そうじゃないです。正解は人にうつすことだって。え？そんなことしたら僕にうつるって。大丈夫。その時は、お嬢様が看護師になって僕を看病してくれるよね。今日はゆっくりお休み。